こんにちはリフォームの達人プロデューサー山さんですこんにちは静かさや岩に染み入るセミの声はい達人前ちゃんですどういう気持ちですか今はいやーセミが鳴いてましてはい岩にセミがしの声がしみるっていう感覚は初めてでしたね言わないでそれ 今もう、染みっていうとみんなが、シみって。キッチンではなく、今日は、お風呂もシみた。そんな人工大好き、シみ問題、やってきたんです。ありがとうございます。いろんな情報がもう、続々、山さんの、この、LINE にやってきます。はい、とうとう死んだ。イちゃんも考えている、型落湯。3年使ってみたらどうなった。こんな内をいただきましたよ。 山さん、こんにちは。ラジオ聞きました。私はフルタイムで、えー、働いているので、なかなか山さんの YouTube 動画見る時間がないので、もっぱら車の移動中に動画を再生してまして、ありがとうございます。運転気をつけてくださいね。もともとラジオ状態なんですが、えー、画像を見たいとき危ないので見られない。なので、今回のリホナビラジオスタートよかったです。あの、山さん実はですね、YouTube やっ だけじゃなくて、ラジオやってまして、LINE 限定、ゴールド会員の方向けにですね、日本ナビラジオってやったら、これ1回目が好評だったので2回目、またこれからも、まあ、今日関西の方に移動するんですけど、これだったらどこでもできるなと思って、まあ、内容はですね、皆さんからよく聞かれる質問とかお悩みを、山さんはいつも朝5時からポコポコお返しするんですよ。で、朝ポコポコ5時から6時に返してる内容これみんなにシェアするのに、ちょっと小さな内容もあるし、個人的なこともあるし、 そういった面で言うと、ゴールド会員の方ぐらいだったら、まあ質問のお悩みもいいのかなと思って、ゴールド会員の方限定で質問、お悩み、こんなんをこういうふうに返しましたっていった、えー、シェアをしています。舞ちゃん、聞いていただきましたはい。なんか、いつもと違って、ちょっとしっとりした雰囲気の山さんで、はい、あの、面白いですよね。そうなんです。なんか、これ、撮影するとき、声張りますけれど、今回、まあ、もし気になる方、LINE 登録から、 試してみてください。で、今日のお題です。とうとう浴槽にシミあと聞いててふと思いましたが、何でしょう。うちのお風呂、とうとうの人工大理石の浴槽、バスタブ。5年くらい使ってますが、実はシミができてます。うん。色はダークブラウンなのにシミちょっとびっくりしました。今出先なのでまた画像送りますね。ということでラインいただいたんですよ。山さん、こんにちは。とうとう死んだ。人道、えー、人工大理石浴槽のシミ 変色の件です。ちゃんと調べてみたら、工事したのは2020年の12月、3年ぐらい前ですか。まあ、2年半っていう形ぐらいになるんですかね。フルタイムで働いているので疲れを癒すゆっくりとバスタイムを過ごしたくて、えー、肩楽湯、楽湯、腰楽湯。これをつけるために上位機種の診断にしました。マンションなので狭いですが快適です。まさに前ちゃんそうじゃないですか。 はい、まさしくマンションなので、私も、まあ、ちょっとね、ショールームとかやるから狭いですけども、シ診ーにしようと今、見積もり取っております。あとでですね、シ診ーの床ワイパーとか、あと、えー、その他のシミ以外のものも、えー、感想いただいてますので、ぜひご参考になればと思います。白っぽい、とっても満足していましたが、昨年の冬あたりからということはちょうど2年で気づきましたが、乾くと。 ちょうどその浴槽のこのお湯の水位のあたりが白っぽくなっている。お湯を張っているとわかりませんし、お湯を落としてすぐの濡れてるのも少しわかりにくい。乾いた状態になってようやく。まあ、じゃあこれわかりますあ、あぼんやり、ぼんやり白いですね。で、す、水位、水位のところ。白っぽくなってますよね。はいはい、ここ。うん。 水の部分でちょうどね、水面の部分で、うんで以前は FRP 浴槽、うちはいつも主人が朝に追いだきして入浴するので、朝の入浴後にようやくお湯を落として床ワイパー洗浄をするというルーティーンです、なるほど、夜仕事から帰り、お湯を張る前にお風呂洗剤で洗うので、なるほど。 お湯を落とした後の水垢は半日放置されていることにもなります。うんうん。なるほど。その時に沈着可能性あるわけですね。以前の浴槽は FRP のベージュ色でしたが、もう今回茶系ですね。その水垢が取れなくなったことはありませんでした。で、水垢落ちてないと思ってまた洗いましたが、別にここザラザラしてないんです。こうツルツル、ツルツルしてる。これ山さん見たことあるなって、こんな感じの。 ありませんツルツルしてるのに変色ああの特別引っかかりとかがあって落とせそうなものじゃない感じなんですかねそうなんですよ、うん、でちょっと濡れていて照明で反射してますがちょうど水位のところムラムラに変色しみという感じです触るとツルツルなので傷でもなく汚れでもありませんで、えー、こちら とうの取扱い説明書。入浴剤は使いますが、取説の範囲です。なるほど。これもちゃんと守られているということなんですね。落油があるため NG のものもありますが、浴槽を痛めるので使うなとは書かれてませんし、以前ベージュの FRP 時代も一度もこういった変色したことはありませんでした。うん、気になりますよね。お湯を張ると、まあ、全くわからないので、まあ仕方ないかくらいにしか思ってませんでしたが、 今回の山さんの人工大れ石シンクのキッチンのあの排水溝の変色、うん、今回の話を聞いてちょっとレポートしてみようかと思いました。とうとうには問い合わせもしてません。何かの参考になれば幸いです。ということで、まあ実際にいろいろあるんですが、例えば、イ、ま、ちゃんがザラザラしてないんですねってよく言われる、こう、極みとか経年劣化にしてきてるね。あと石鹸カスとか入浴剤の着色料あと、皮脂なんかでも変色、シビ こんな感じ。あと、これ以外にもあるじゃないですか。青い筋状。この配管が銅のこの、えー、っと配管で。で、この銅イオンが石鹸化すと、えー、結びついて結合して。で、青い筋状。これも見たことありませんちょっと青っぽい感じになってるのって。いや、ちょっと私わかんないですね。ないですか。 あとはね、白っぽい硬い汚れ。これ、シンクでもありますけどね。水道水、中にカルシウム含まれていて、石鹸カスと結合して、シンクにカチカチカチとか、それと一緒で、こういった白っぽい硬い汚れ。これはありますかこれはよくありますよね。はい。で、あと、茶色い汚れ。これは水道水の鉄分。よくリフォームすると、もらいサビになるとかね。 浴槽の中にも鉄粉溜まってたりしますけど石鹸化するとこの鉄粉が結合して酸化して空気に触れると酸化するから茶色くなるこういった形まあ、えー、中にこうそういった鉄粉が入ってるということ自体が茶色い原因になるということですよねで今回はツルツルしてるわけですよ、うん、ザラザラしてたらねメラミンスポンサーとかいろ落とし方あるかもしれないです、はい、ツルしているってことは山さん的に思うとですね 入浴剤は使いますがっていうのと、入浴しているその入浴剤がずっとご主人さん入られるまでずっとそれ、浸してることになりませんまあそうですね。でも、でもそれ結構みんなそういう時間はあると思うんですよね。はい。だから結局変色している浴槽もあるんですよ。はあ<ー>。今まで変色なんか聞いたことないじゃなくて変色してる。ただ、前の FRP の分は ベージュだったか、あまりこう光の関係で。ベージュって白じゃないですか。うん、だから白だったら変色してても目立たないけど、茶系だから目立つかなって。山田さんも今まで見たやつ、茶系だなっていう感じするんですよ、思い出したら。で、Google 検索で、まず、入浴剤と着色汚れ、浴槽入浴剤の色素がえ沈着してしまった場合は、やっぱ沈着じゃないですか、あれ実際のとこ。 で、メラミンスポンジを使って研磨します。まあね、表面研磨するってことになっちゃうんですけどね。じゃあメラミンスポンジは洗剤をつけず水に出した状態で優しく磨くと汚れが取りますっていう。まあこれしかないんかな。まあ人大シンクでもまずはメラミンスポンジかなと思うんですよね。メラミンスポンジや,やりすぎると汚れが今度つきやすいですけどね。 あと今流行りのチャット GPT。まあ山,山さんのパソコン今チャット GPT 入れてるんで、それで検索すると、やっぱり入浴剤を使うと変色するのはなぜですかだから入浴剤で変色してる人はやっぱりいっぱいいるということなんです。ただ、その浴槽の色によってそれが目立つか目立たないか、もしくはえ自分でつあのそれを大きな声を上げるかどうかっていうのもあると思います。まあ白だったらそんなこと全然気にならないですよね。あの人工大好きシンクと同じかもしれませんけど。うん ですので、こういった変色の度合いというのは、入浴剤によって変わりますかっていう形ですけど、それは変わりますよね。入浴剤全部あの調べてメーカーはこれだ、あれだっていう形でいける、いけないとかやってないんで、炭酸入浴剤は泡立ち、本効果ありますが、よくそこに付着した場合、白い粉が え、こういった残る変色の原因となります。一方、塩素系漂白剤を使用した場合は浴槽が白濁することがあります。入浴剤を使用する際は取り扱いする場所よくよってってなるんですが、やっぱり先にこういった入浴はしっかりと流水で流しておく。だから沈着してる。長く。 付着させないっていうこともポイントみたいですね。浴槽の素材によって変色しやすさはありますか一般的にアクリル製の浴槽は比較的変色しにくく、今回の人工大理石なんかそうですね。エナメル製の FRP とかは変色しやすいとされています。しかし浴槽の変色は使用頻度やお湯の温度、洗剤の種類に影響,影響がされるため、素材だけじゃなく日常的にお手入れも必要です。そうですね。付着してそのままででもまあ、 入る前に現れてるんですけど、こう一晩ずっとつけ置きになってるんですね。また入浴剤を使用する場合には浴槽の素材に合ったものを選びましょう。で、変色を防ぐ方法は入浴する前に浴槽の表面を水で濡らせる。もしくは入浴し、使用した後はすぐに浴槽を洗い流す。まあこれはずっと一晩漬け置けってるとちょっと離れちゃうんですね。定期的に浴槽を掃除する。まあこの辺は毎日やられてるということではないでしょうか。はい。ということで、まあ浴槽の問題は ま山さんは、やっぱりこうこ,こに出てツルツルするんだったら、他でもあの声が上がっているように、入浴剤。で、結局は、前がベージュだったんですけれど、茶系になったっていうことで目立つんじゃないかなと思うんで、もし動画見てる方、私も茶系です。濃い色ですとか、黒ですとか、で、入浴剤使ってます。変色しましたっていうのがあったら、ぜひ、こちらの方いただけると、この動画でも結構なので、嬉しいです。はい。え、シールの感想、前ちゃんが気になるとこ。フルタイムで働いてるので、 この疲れを癒すゆっくりバスタイムが過ごしたくて。ああ、前ちゃんと一緒ですね。こういったゆっくりバスタイム。<laughs> 楽湯をつけるために上位必の診断にしました。マンションなので狭いんですが快適です。いいじゃないですか。色は最初はベージュ系にしようと思ったんですが、ショールームアドバイザーさんがご自分の家で床を濃い色にするとコーキングが濃い色になるためカビが目立たないと教えてもらい。うん、ああ、なるほどってこれやる,なるほど。これすごいでしょこの情報。 あちょっと、これは嬉しいですね。これすごいでしょ床をブラウンにして、浴槽も高級感のあるブラウンにしました。いや、これ知ってたら、ヤマザもこれしたかなって思って。うん、なるほど、そうなんですね。で、みんな変色したら変色したって、あの、ここに書き込んでね。私も変色してます、みたいな。で、浴槽のブラウンに関しては、水垢が、 あ、水垢ねうん。えー、目立つリスクがあるとは聞きましたが、私は逆に掃除の際に汚れがはっきりしていいと思いました。そうね。逆に体のところ、汚れてるところ、あ、ここに水垢ついてるって、ね。いいですもんね。うん、で、床掃除が嫌いなので、きれい除菌水を使った床ワイパー洗浄の設置。うん。 3年経ちますが綺麗いに保てています、娘が結婚して、向こうが泊まりに行きますか特別な掃除も必要ないので、とても気が楽です、そうですね、向こうが来て綺麗に洗わないとってね、はい、そうですね、人のね、家あの行った時に、ちょっとお風呂を借りる時に、やっぱ汚れとか、ちょっと目いっちゃいますよね,ね、これ全体の写真、診断。ああ、ちょっと参考になりました、僕も、こういうの、このサイズで。 イメージ。はい、楽湯。ちょっとこういうサイズでも楽湯は心地いいのかなと思ってたんで、すごく嬉しいですね。あと、TOTO だったら、このパネルとパネルのところはコーキングが入らないで、なんていうんですかね、こう内側にこう折り曲げてあるじゃないですか。あれも汚れとかの清掃性いいと。ですから、ここもやっぱり、うん、えー、乾燥想いただいてま死んでたから楽かもしれません。壁面も継ぎ目コーキングはないので、綺麗です。って、この辺ね。で、 ただここ気になるじゃないですか。パベルと浴槽のところどうなるのって。ショールームがコーキング打ってないから隙間だったりして、ここどうなるのあ、そこコーキング打ちます。つって,って、ね、ショールームコーキング打ってないんですよ。でもそこって何色になるのっていうのがこの話ですね。濃い色。<ー>これ綺麗でしょなるほど。えー、山さんのとこ白なんですよ。やっぱりここがね、汚くなってくるんです。同じ塔塔でも。え、でも、濃い色にすると、 しんちゃんとやんないと白くなっちゃうし。いやいや、入浴剤使いますいや、あの、子供が好きなんでたまに使いますね。じゃあ、使った後、すぐに流した方がいいですね。うん、そういうことですよね。あの、濃い色にするのは特に。はい。で、床のとこ、こ,こも、ここもそうなんですよ。ヤモンさんのとこ、ここね。白で、やっぱここ気になるんですよ。本当だ。あ、これはいいですね。ショールームアドバイザーってより、使ってる人の声ですね。アドバイス。 だから何でもそうですけど、使ってる方の声ってめちゃくちゃ参考になりますよね。その工務店とか使ってないんで、通りペンになりがちなんですけど、やっぱ使ってる工務店の方は、この商品こうって言いやすいんですよ。はい。そうですね。あの、やっぱり自分の使用体験があると IH とかもそうですけども、ご案内がリアルになりますよね。そう。いいでしょう。<laughs> で、さっきちょっと水を使ったので、写真は部分的に濡れてますが、普段はカラビと乾いていてストレスがありません。やっぱ カラリウがいいわけですね。床もシャワーホースから落ちる水滴のところに少しだけ設計カスみたいな白くなるだけで、ブラシで軽く擦るとなくなりますので手入れもいりません。多分床ワイパー洗浄のおかげかと。いやもうね、こういう生の声本当どうなんかなんてちょっと眉つばだったじゃないですか。まあこれを全部信じて、私信じたのってその人によるかもしれませんけどね、食洗機の洗い、あの、仕上がりと一緒に。でもこういう声が生の声ってよくないですか はい。私もあの、床ワイパー、そんなにまだデータが、ね、使用者のデータが頭の中になかったので、僕も見積もりに入れてるだけに、今回の内容は嬉しいです。嬉しいですよね。あ、ようやく使用者さんの気持ちになりました。はい、うん、なりました。ラインゴールドの会員で、マ、ま、イちゃんラジオでやっぱちょっとそれを伝えますか、ね、<laughs> そういう生の声ね。マイ<の>ちゃんの声も伝えていきますんで。はい、まずは、ライン登録で定期的にプレゼント配信してますんで、リホナビとは、 リホナビ、友の会。まさにこの LINE で登録した友の会同士が皆さんがコミュニティとなってあなた自身の今度はあなたが他の方に役に立つ。そんな内容をコンテンツ1300以上。日々集まるリアルな声。リホナビライブラリー。商品施工、ビューアウター、メンテナンス、リフォーム基礎。800本。もう800本超えてますけどね。動画ブログ形式に出てます。ぜひチェックしてみてください。まずは LINE 登録、こちらの方でコメントスタンプくださいね。ということで今日お届けしたのは 人工大理石、染み、浴槽もやっぱ染みてる。まあそうでしょう。そうでしょう。付けっぱなしだったら染みるんでしょうね。で、あともう一つ思ったのはね、ステンレスシンクなんで傷とか、前はそんな気にならなかったので新しいものになるとね、欲栄気になるっていうか、じーっと見ちゃうっていうのもあるかなと思います。もう隙間とかも前、あの、扉の塵もここ2ミリとか言ってますけど、前ももっと本当はあるんですけどね。でもそういう面で言うと、新しいから、なお、一層、まあ、気になるけど、今、水入れたら、 全然気にならないというか、まあ、浴槽のその、水面の部分ってことは、そこでやっぱり、普通の水入れてたら変色しないんで、じゃ考えられるのは、うん、入浴剤かなっていうことかと思います。まあ、じゃあいかがだったでしょうかいやー、シンクと一緒で、やっぱりその、まあ、そんなに入浴剤の頻度、うち高くはないんですけど、やっぱり子供が入れたいなーって言ってたた、たまにね、楽しむ程度なんですけど、ちょっとあの、 ブラウンにしたらね、コーキングが目立ちづらいから、ブラウンいいなと思ったけど、まあ、どっかでやらかして白くなったら嫌だなっていうところもあって、シンクと一緒でね、あのやっぱり白が無難かなっていうのと、あと、ただコーキング黒がいいなとか色々、ね、いろいろ今、だから、入れっぱなしにしないで抜いちゃったらいいんじゃないですか。その入れた瞬間からあのならない。この方もやっぱ2年ぐらいしてからっていうふうに言ってたから、やっぱりこう、どっかで染みて染みて染みて,染みて、だから、そういった染みが重なっていくのかなと思いますね。 はい。はい。では、行きましょう。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。素敵な情報。ありがとうございました。